きます。すごい結果になりましたね。いや、すごい。ああ、ナイスショー。惜しくなっちゃいました。オッケー。わあ、すごい。これめちゃくちゃ良かったですね。想像よりもいい結果。ギアは好きだが詳しくない高太郎です。そして今回カジさんがいるということはインプレスのドライバー、新しく発売されたこのドライバーですけれども、なんか聞くところによるとカーボンフェイスなんでしょ8軸積層カーボン。8軸、難しいこと分かんなくていいです。8軸って覚えてます。分かりました。はい、あとモデルがこれ2種類。はい、そうなんです。タイプ Dタイプ S、はい、2種類ご用意してます。どうですか、それぞれ。 D は簡単に言うとヘッド大きくて安心感があって捕まり系のドライバー、うん、S は操作性の高いストレート系を目指したヘッド。でね、梶さんね、今回はこのタイプ D とタイプ S、はい、アマチュアゴルファーの方に打っていただいて最高飛距離を目指していこうみたいな、そうですね、そういう企画でやっておりまして、すんごいことになりました。これね。びっくりした。本当に。オープニングを後取りしたくなるぐらい、ね。いや、本当にね。いい結果。すごい結果になりましたんで、まずはそちら、この2つのモデルの性能をじっくりご覧ください。どうぞ。宮下さんです。はい。よろしくお願いします。お願いします。宮下さん、ゴルフ歴はどれぐらいですか？ゴルフ歴は20数年っていう感じです、ね。長いキャリアで。はい。ちなみにドライバーの平均飛距離どれぐらいでしょう？大体230ぐらいですかね。どうですか、最近のお悩み的なことは。そうですね、だんだんとちょっと年を取ってきたせいか、はい、飛距離が落ちてきて。そうですか、はい、じゃあ今日は更新していきましょうか、はい、飛距離ね、はい、選んだスペックはタイプ S の 10.5 度で、はい、シャフトが SR です。はい、はい、じゃあどうぞ早速行ってみましょう、はい、これ梶さん、ちなみに今回このヘッドに選んだ理由としては何か、理由としては、まあ、タイプ D とタイプ S2 種類あって、はい、あの重量の違いとかがないんですよ。あのすごく乱暴に言うと形状の違いだけになるので、まあ、形状が違うので捕まり具合違ってきますけど、はい、まずはお好みでどっちの形状が好きかということと、しっかり捕まえられるので、はい、あのタイプ D で捕まえに行かなくても、はい、よいしょ。なんか早速いい球が出始めてますね、うん、これ梶さん、打感とかもタイプ S とタイプ D ってそんな大きくは変わらないですか？両方とも同じフェースなので。同じフェースで打感はあのほぼ一緒だと思います。ここめちゃくちゃいい。これめちゃくちゃ飛んでますよ。飛んでますね。いい球でもすごい。ナイスショー、はい、ありがとうございます。皆さんどうですか、打った感想としては。いや、すごい飛んでてびっくりしますね。え、おっしゃってた平均飛距離を超えてますけど、皆さん本当に平均飛距離合ってますよそれ。いや、どうなんですか。ちょっと不思議なくらい。すごい、もうその平均とはもう差がありすぎるぐらい飛んでますけど、今回ねドライバーに新しいフェースを搭載してます、はい、うん、飛距離はかなり期待できるんじゃないかなと思います。ああ、ナイスショー、はい、ありがとうございます。すごい、すごい。神代さんです。よろしくお願いします。神代さんはゴルフ歴はどれぐらいですか？ゴルフ歴は13年になります。はい、13年で、今手に持っているのはタイプ D の 11.5 度、はい、11.5 度、はい、シャフトは、シャフトは、R です。シャフト R、はい、ちなみに今あの、はい、ドライバーとかお悩みありますか？そうですね、もともとドロー系のボールを打ってたんですけど、はい、なんかこう徐々にフェードっぽくなってきて、フェードが悪いというわけじゃないんですけど、うん、ただこう自分的にはドローで捕まえてる球だったので、そのなんか捕まえられてない感っていうのがちょっと気持ち悪さがあります。じゃあもっと捕まえていきたいぞと。そうですね、ありますね、はい、じゃあこれタイプ D 今手に持ってますから、はい、そこは期待したいですね、はい、はい、じゃあ行ってみましょう。期待大です。おー、うん、すごい、なんか強めの球出ましたね。しっかり捕まりましたね、今ね。おー、ナイスボール、うんうん、
なんか高さもそんなにこう 11.5 度ですけど、すごい上がるみたいなわけでもなく、なんかこう前に行くのが強いイメージ、ね、特徴かなと思いますね。よいしょ、うん、これは素晴らしい。神尾さんどうですか？いいですね、捕まりがすごい良くて。捕まりいい。はい、いつもみたいな滑る感じは打っててないですか？あ、ないですね。すごいしっかりあのスイートスポットがしっかりこう捕まってる感じがあって、打ってて気持ちがいいです。振り心地もいい感じ。あ、いいです。はい、あー、ナイスショー。完璧。いや、カジさんバッチリじゃないですか。バッチリでしたね。タイプ D の 11.5 度素晴らしかったですね。どうでしたか？もういつもよりも距離はすごい伸びましたね。そうですね、距離もすごい伸びましたし、うん、なんかそのボールが吹き上がるっていう感じも本当になくて、うん、結構飛距離がこう出るようなボールだったので、すごいいいな、ね、欲しくなっちゃいます。これはすごいすごい結果になりました。岩井さんです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうですか、ゴルフ歴としては何年ぐらいされてますか？もう30年以上です、ね、長いです。長いです。長いですね。ドライバーどうですか、飛距離？大体220ぐらいですかね。220、はい、最近のズバリお悩みとかありますか？去年新しくドライバー変えたんですけど、安定感が、安定感がない。安定感がないで、カジさんがこれじゃないかというヘッドが今手に持ってるのがあるんですか？はい、ですね、タイプ S ですね、はい、10.5、はい、シャフトは？シャフトは S です。シャフト S、 はい。カジさん、良さそうですか？あ、これね、実はちょっと悩んでまして。悩んでる。ちょうどね、タイプ S とタイプ D どちら悩むなっていう方なので。おじゃ、今までは10球同じクラブで打ってはもらいましたけれども、はい、今日岩井さんはじゃあまずはそちらのタイプ S から。はい、うん、まあ、ちょい右ですけど、うん、うん、これもちょっと右。岩さんどうですか、タイプ S？ 気持ちいいと開いちゃうんですよ、右に行くような、そんなイメージなんです。あ、そうなんです、うん、じゃあちょっとタイプ D も打ってみますか。はい、ね、タイプ D の 10.5 度、はい、タイプ D の 10.5 度、はい、シャフトの硬さは一緒ですね、はい、S フレックスになります。お、ややや や, もう、うん、やや右抜けっぱなしって感じじゃないですね。お、うん、しっかり捕まりましたね。捕まって飛びましたね。おお、でしょ、これはいいドロー出ました。いいですね、これ出ましたね。ナイスボール。おー、これはいいんじゃないですか、うん、これカジさん結構ランも出ますね、キャリーで着地した後、うん、そうですね、あのしっかり球が捕まるので。あ、はい、どうですか岩井さん、タイプ D？ 打ちやすいです。打ちやすい、はい、この5球で240近く転がってでも行くっていうのはあんまりないです。どうですかカジさん、先ほど練習の段階ではフリーで打っていただいた時に、はい、タイプ S すごく良かったんですけど、うん、まあ、今カメラ回ってるんで、うん、少し緊張感があるとそれぐらいオートマチックなグラブの方がいいのかもしれない、ね、確かになんかね、うん、補正されてる感じは見ててもそうですね、ありましたね、うん、飛距離もタイプ D で239ヤード、はい、うん、アベレージよりも、まあ、全然もう飛んでますね。タイプ D いいんじゃないですか、ちょっと検討したいと思います。渡辺さんです、お願いします。なんか見た目ももう飛びそうな感じですけれども、ドライバーの平均飛距離はどうですか？240前後。またまたまたもっと飛びますよね。ちょっとドライバーが苦手で短いシャフトを使っていたりとかしていて、今、はい、いやそうなんですね。なるほど、ちょっと触れないっていうのがあって、ミニドライバー的なものを今も、はい、これどうですか、ハリさん、なんか今回のインプレスバッチリ、ね、曲がりにくさというか、ね、当たり負けしなさでは結構定評があるかなと思うので、はい、苦手意識克服できればいいかなと思いますが、今カジさんからもらったそのヘッドはタイプ S の 9.5 度。タイプ S の 9.5 度、いいですね。シャフトは？シャフトは S です。まあ、じゃあ早速、そうですね、打ってみましょうか。はい、はい、お願いします。よろしくお願いします。おお、うん、悪くないですよ、1球目から。まあ、ストレートフェード、うん、少し目の差まで、うん、おー、うん、ナイスショー。あ、これはめちゃくちゃいいプルフェードでしたけれども、
芯ではなかったかもしれませんけども、ちょっと下目、ヒール下目っていう感じでしたけど、なんかすごいやっぱ補正感あったな、ね、これどうなんですか、やっぱりあのカーボンフェースの底のなんか効果みたいなのもあるんですか。はい、真ん中だけではなくて真ん中周辺の所属性能ってかなり高いのが特徴なので、まさに今の球もそうですよね。おー、ナイスショー、完璧。これはもうすぐめちゃくちゃいい球でしたね、カジさん。これ相当ですよ。めちゃくちゃいいですね。わお。いや、カジさん、なんか初速も出てますね。そうですね、かなりスピード出てる感じもありますよね。いや、これすごい。いや、見ててもなんかすごいシンプルにクラブが動いて。そうですね。球の飛び方もいいな。まあね、こういうこともありますからね。我々は待ち合わせ、煽りすぎましたね、我々は。いける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 なんつって。OK。わあ、すごい。すごい直進性。なんかもうズドンってまっすぐ行く雰囲気がありますね。本当ですね。あの右回転左回転が少ない、ね、ストレートな弾道で。ほらでしょ。すごいな。素晴らしい。すごい。もうなんかアベレージで見てもすごい良かったと思う。途中からこう合ってきた感じが。合ってきた感じ。はい、いやもう見ててもそれありました。飛んでしかも曲がりも収まりましたけども。嘘みたいな話。そうですね。買おうかなって。買おうかなって。悩む必要ないですよね。それ。なんか45インチのドライバー触れないと思ってたんですけど。ああ。こんなに振りやすくて当たったらまっすぐ行く。すごい、これ嬉しいですね。いや、めちゃくちゃ嬉しいですね。すごい結果になりましたね。松島さんです。よろしくお願いします。お願いします。ヤングです。平均距離。平均距離が250ぐらい。まあ、ちっちゃい時からやってるとね、やっぱり飛びますよね。飛びますからね。ズバリお悩みはドライバーなんかありますか。お悩みは結構ちっちゃうのがやっぱり。まあ、強いて言うとどっちが多いですか。ドロー系が多いんで、チーピンがすごい怖いです。で今じゃあ手に持ってるのはそれ何ですか。はい、タイプ D の 10.5 度。タイプ D 10.5。 はい。でシャフトが S。 S。 はい。おお、これカジさんが選んだ。そうですね。また理由は打っていただいてる間に。はい。じゃあ早速打ってみましょう。はい、よろしくお願いします。おお、1球目からなんか雰囲気のいい、ね、ちょっと打ち出し右ではありましたが、戻ろうとはしてましたね。緩やかな、まずドロー強すぎない。タイプ D、つかまりがいいという表現してるんですけど、はい、あのフック回転が強いということではなくて、はい、そういうことではないんだ。左に打ち出しやすいというクラブなので、チーピンで悩んでるけれどもドローヒッターなので、はい、よいしょ。あ、なるほど。だから結構右にこう出て大きく曲がりすぎちゃうようなタイプの人はタイプ D は選択肢に入れていい。そうですね。おお。そうすると左の曲がり幅少し抑えられるので、なるほど、綺麗なドローになりやすいっていうのがあります。どうですか。いや、なんか結構昔のクラブ今まで使ったんですけど、すごいチーピンが出るのでどうしてもやっぱ意識しちゃうんですけど、これなんかもう素直にこう、はい、打ち出しが返ってくるから。そうですね、チーピンが全く怖くない。確かに、なんか右に抜けるリスクっていうのは極めて防げそうですね。そうですね、右抜けるリスクとおっしゃる通り、チーピンみたいな球は出にくいクラブになるので、やっぱりスピンもある程度入ってくれて、そうですね、思い切って気持ちよく振っていきやすいクラブ。あー、よいしょ。これめちゃくちゃ良かったですね。ハイドロー出ましたね。いやー、今の良かったですね。おー、距離もいい距離いってます。270超えて、素晴らしい。いや、どうですか。なんか枠に収まってくれるっていう。ねえ、ミスしてもあっち行ったりこっち行ったりせず、うん、枠にこう収まってくれるんで気持ちよく振れる。あ、いいですね、うん、マジさん。バッチリじゃないですか、タイプ D。もともと多分大きなフックをドロー系の球だと思うので、本人が球筋さえ納得できれば、相当いい結果にはなります、ね。うん、
そうですよね。しかも距離も277、やっぱり右にそのまま抜けてっちゃうみたいな心配しなくていいから、はいはい、そうその分思い切って振りに行くイメージが、はい、思い切っていけるっていう、あすごいじゃないですかこれ。ハイブリー想像よりもいい結果になりましたいやすごい結果になりましたね。いやすごい、ちょっと無茶な企画かなと思ったんですがはい、ちゃんと皆さん、いやすごかったですね、最高飛距離叩き出しました。いやびっくりしました。いやそれぞれに特徴もしっかりあって、はい、それぞれに優しさ、そして何よりやっぱり飛距離性能ですか。そうですね、まあ、優しいクラブであることは間違いないですが、いろんな方に打っていただけるクラブができたかなと、はい、いやすごいですね、はい、でさっきからなんかずっと持ってますねもちろんあの今回インプルス、はい、ドライバーね、8軸のドライバー、はい、いいですけど、はい、もちろんアイアンも吹っ飛び系でご好評いただいているインプレス、今回のアイアン2種類、こちらもタイプ S とタイプ D でご用意しています。今回ね、あのこのテスターのアマチュアの方にもこれ、アイアン打ってもらって、ね、はい、かなりいい結果は出てますね。ということでね、はい、ぜひ皆さんもこちら、まあ、打ってみないとちょっと分かんないですよね、こればっかりはね。打っていただくと、もう瞬間一発で分かる数ぐらいの、はい、違いが出ると思いますので、はい、ぜひ皆さんもこちらの体験してみてください。